バイクデューションちゃん、楽しみです。行きましょう。ナインズを救いに。アクセスポイントの修復完了。
生命活動の継続を確認。ポット、チェックモジュールとロンリーウイルスワクチンを。いた。進行はバンカーに送ったから救援はすぐに来ると思う。ありがとう。我々は同行していた夜吐き隊ナインエースを捜索している。情報があれば。どんな情報でもいい。ナインエース、あなたと一緒にいたあの子なら。方角は落下予測地点のデータを渡す。ありがとう。目標地点の情報。トイレ。じゃないんだ。しっぱなし動くの結構大変だよ。ないけど。さあ、だいぶ。で、ナインエースが来て、だけど本当に A2 とアダムと M が全然進まないんで、あの辺はもう本当出てきちゃうから次は最後ぐらいなんですかね。
ここが 9S の落下予測地点。微弱なブラックボックス信号を検知。地下洞窟内方向からの受信。違えたか。戻って別のルートがないか調べよう。こんな奥まで 9S が入ってきてるのか。警告、敵の罠の可能性。罠でも構わない。複製された街。ここは一体。検知。ケイ素と炭素が含まれる結晶状の物質。詳細についてはデータ不足のため不明。誰がこんなものを。不明。さっき死んで。衝撃波4使ってんの。
ことみたいな、あまり感じのいい配置はないですね。バツついてるね、バツついてるからもう言葉は少ないですよ。ようこそ我が町へ。来た。私たち機械生命体は人類に興味がある。愛や家族、戦争や宗教、人類の記録を読み解けば他に例を見ない複雑さに魅了される。この町もそうした人類への渇望が生み出した場所の一つ。君たちアンドロイドの墓場にはもったいない崇高な場所だろう。私たちは人類の特徴を学び模倣する。あるものは愛を、そしてあるものは家族、そして私は気づいた。人類の本質は戦い、奪い、殺し合う、それが人間だ。その口で人類を語るな。崇拝する人間たちの心を悪く言う、気を悪くして、だがそれが真実。私、人類の本質に到達した。ネットワークにつながれた私たち機械生命体だが、無限に続くデータ、生の実感はない、死にない、理解できない。だから命を懸けて戦うことにした。ネットワークから自分を切り離した。さあ殺し合おう。でも真面目な話もあるじゃん。結構レベル上がったから。たまらないよ。飛んでった。君のために用意したんだよ。戦うためにはそれにふさわしい理由が必要だろう。貴様
様殺す。ああ、そうだ、その感情憎悪だ。来い。なんだこれ。音楽がいいね、本当にこの時音楽いい。お前は来い。みんな死にまくってる。トゥービー、帰ろう、ナインエス。そうは問屋が。降ろしました。アダムは死んだ。イブ、あっけなかったんですけど。そうか、ナインエスは大変だったな。言われた通り、ボディごと君たちの司令部に打ち上げておくよ。ありがとう。え、何か。君の口からそんな言葉を聞くなんて意外だな。まあいいさ。あと伝言がある。君たちの司令部が連絡を欲しいってさ。わかった。そんな感じでございました。今回ここまで、かなり佳境に入ってる感じではあるんですけれども、どうでしょうね。それじゃあまた次回シルビーチャンネルでお会いしましょう。シルビーでした。